疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと休日出勤ですね、私。ここは名駅のこれ何、大名古屋ビルジングかな。そうです、ね、すごいおしゃれななんか感じやったんで、ちょっとはい、はい、大名古屋ビルジングのこれ裏ですかね、裏で、でまあちょっと今日はまあ社長に日頃の感謝を込めて、まあちょっと遅めのバレンタインみたいな感じなんですけど、プレゼントしようとしてるんですよ。ネクタイが欲しいらしくて、社長なんか、社長なんかセンスないから地味なネクタイしか買えないらしいんですよ。挑戦できないみたいで、あんなになんか何挑戦挑戦みたいな、なんかやれやれ言うくせにネクタイは挑戦できないみたいで、無難なやつしか持ってないから、ちょっとおしゃれなやつとか欲しいらしいけど、なんかセンスないからよう選ばんらしくて、だからまあ日頃の感謝の気持ちも込めて、まあそんなめちゃくちゃ高いブランドとかは買えないけど、まあなんかちょこっとプレゼントとかね、できたらいいなと思って。なるほど、はい、で、まあ、ただ渡すだけじゃ面白くないじゃないですか。でやっぱりまあ社長多分、まあ、最近ちょっとハイブランドとかも来てて、多分ええもん見てきてるわけじゃないですか。なのでちょっと試したろうと思うんですよ。何をですか。まあ普通に、もちろん普通にネクタイ、普通にこういうところでいいネクタイも買って、もう一個なんか100均とかでめっちゃしょぼいネクタイ安物を買うんですよ。中身すり替えます。高級な箱の中に安物の100均のネクタイ入れて渡す。そしたら、ま、多分社長目聞くからそのうんってなるかもしれないじゃないですか。まあ、もしかしたらでも、まあ、なんだかんだ優しいから、私たちがあげたっていうのでありがとうとか言ってくれるんか、それともはたまたマジで気づかずに超いいネクタイやんとかって100均のネクタイをまあ言うかちょっと分かんないですけど、まあ、普通にあげるだけじゃ面白くないんで、ちょっと社長も試しながら、社長の目を、社長のどんだけ目を聞くのかみたいなの試してみようかなと思います。はい、では飛びます。ではこれの何回か分からんけど、何回かに、はい、あんまこういうところに買い物に来ないから、ちょっとなんか多分ちょっといいブランドが多分多いやん。だからあんまり来ないっすね。確かになんかあんまりネクタイってしたことないから、あ全然なんか分からんくない、どういうのがいいとか。うん、お父さんとかにもあげたことない。お父さんとかにもあげたことないな。あどんなんがいいんやろうな。これはちょっとカジュアルすぎるよな。何が高いのかもよく分からないですね。そう、何が高いくて何がそういう、あ、でもこれちょっとフォーマルっぽくね。いいんじゃない。なあ銀座だって。なんか銀座ってだけで良さそうじゃない。声かけてみる。あ、うん、めっちゃあるな。ちょっと撮っていいか聞いてみるか。派手すぎないけど、うん、おしゃれなやつってことやんな。そうそうそう、結構むずくねって思うねんけど、うん、これどうなんやろ、うちらのセンスも問われるやつだよ。いやマジでな、そうやな。それでめっちゃなんかさダサいのとかあげちゃったらすごいなんかな。でもこれとかは多分ちょっと派手やんな、この補色同士みたいなになっちゃうと、ね、うん、これは無難無難な方だね。うん、じゃあこういうのはあんまり社長求めてないよな。うん、こんだけある結構種類あるじゃん。ちょっとこの辺もなんか年上っていうか、ね、ちょっと年上の人が似合いそうな感じやんな。うん、パイナップルとか可愛くない、これ可愛い、可愛いよな。うん、でもちょっと模様が個性的なこの辺がいいんかな。そんなに派手すぎる色ないから、うん、こういう模様が入ってたら、うん、これちょっと可愛らしすぎる。お花はあんまり社長らしくない。可愛いでも可愛いよな、あんま社長らしくないかな。うん、あの顔で可愛らしい、ちょっと名前やめた方がいいかもしれない。これいいよな、うん、派手だけど派手すぎひんよなこれ。うん、でもいいんじゃない、良さそう。第一候補、第一候補ですね。ちょっとこれ自分で合わせてもよくわからんけどさ。確かに。これ第一候補かな。オッケー、そうやな。じゃあ次行ってますか。そうやな、じゃあ次のお店も行ってみようか。とりあえずこれ第一候補で、はいはい。ネクタイ売ってる。
ちょっといくらぐらいか。あ、さっきと。うん。カルバンクラインでも1万1000円する。さっきサイトでネットで見たらそんなに高くなかったのに。なんかちょっと高いかな。1万超えるのが多いっすね。パッと見。この辺もちょっと1万超えますね。9900円。見よ。わからん。なんか。わからんな、なんかどうなんやろ、なんかちょっとなんか地味な柄が多かった。なんかわからんけど全然わからんもん。え、これめっちゃ良くない？いやちょっと私星めっちゃ好きやからさ、ほんまに星好きで、だからこれめっちゃ、でも多分こういうのとかさ、え、可愛いじゃん、おしゃれってなるような。うん、え、よくない？ここで買おう。マジで。普通にマジで。ポール・スミス好きやし。え、これ見て、ウサギやねんけど。本当だ。え、いくらやろ？あと、ちょっと高いな。1万7000円。予算オーバーですね。これ結構好きやねんけどな。1万7000円か。普通に可愛いね。普通に可愛いよな。ちょっと。あの、いつかできる彼氏にはプレゼントしよう。いつかできる、いつかできる彼氏に。どれがこれがいいかなって最初さっき言ってたよな。そうだね。うん、これ候補で、あとなんか良さいいと思うのある？私これ、あのちょっと 赤とか入ってたら可愛いよな。どうだろう、これ以外なんか良さげなんいいと思うのあります？これ、うん、派手すぎかな。派手ではないと思う。あ、でもちょっと赤とか入ってた方が華やかやんな。うん、あ、確かにこれもなんかいい気がするの。確かに、うん、あ、でも良くない？うん、なんかいい気がしてくる。うん、うん、これにする？よし、買いましたね。なんかすごいさ、袋さ、でかすぎることだよ。めっちゃさ、これなんか大層なもん入ってると思ったら、なんかピロン。ダイソー探します。安いネクタイがあれば、超無難なやつしかない。まあ、無難なやつじゃないな。100円やん。どうやろう、なんかちょっと社長騙すからさ、ちょっと高そうに見えるさやつ。あ、高そうに見える柄っていうか、これちょっと安くない？確かに。無事購入。無事購入。100円やから全然。雑に、ね、割と見た目だけでは、うん、わからんのじゃないんかな。確かに。ハマったらちょっとテラやなって感じ。ではあれですね、差し替えを行います。はい、ちょっとこのシールを、これまあ普通のあれですね、買ってきたやつなんですけど、はい、ちょっとシール綺麗に剥がせる自信がないんで、みどりちゃん剥がすの得意らしいから、はい、任せてください。さあ、どんな腕前かな。これが一番多分ちゃんとやらな。ここシワシワになったらもう秒でバレるような。まあ結構バチバチにくっついてる。あ、でもいけそうじゃない？しゃあ余裕でした。半分だね。そうだよ、多分その本、うん、半分によって、そっか、半分によってここ入れながら半分に折ればいい。あ、そうね。でもこれテロテロやからさ、入れんのもさ、なんか大変マジでさ、なんか中で変に、あ、ぐちゃってなってそうだね。ぐちゃってなっちゃう。よし、これそこ、ここなんかはめてーの、はめてーのペタ。うん、大丈夫、いけたー。あー、もう何も形跡もないですね。でもやっぱりこれ履いてた時と全然厚みがちゃうねんけど。やっぱペロペロやわ。大丈夫だね。よし、ってなわけでこれをね、はいはい、プレゼントしに行きますか。これをどっかに隠しとかなあかんな。そうだね。いますね。とりあえず本ちゃんのネクタイはここに置いてたらゆっくり。オッケー。
ましたね。はい、なのでもうとりあえずあの本ちゃんのネクタイここに置いててちょっとごめんなさい暗くて見えないそうですね、これあの本ちゃんのねあの買った、はい、高いやつ、はい、でここには100均のやつがよし、じゃあこれでもう社長おるっぽいんで、はい、行っていきましょうか。行きますか。はい、じゃあ上にははいお疲れ様です。お疲れ様です。あーあったか、マジであったかい。お疲れ様です。ちょっと休日撮影に付き合ってもらってて、でここでもちょっと撮ろうかなみたいな感じで、はい、社長今ちょっとお時間大丈夫ですか。はい、あ、ちょっとあのちょ あっちに来てもらってもいいですか。すごいよこれ。あ、ちょっとお休みだったんで私服です。ありがとうございます。で ちょっとあいいですか。ドッキリじゃなくてちょっと喜ばしたくて社長。はい、いや、ないですね、それは。いや、あげないです。あ、休日密着的な、うん、あ、これあのちょっとプレゼント、うん、社長に、はい、まあ、ちょっとそれを買ってきたみたいな感じ、これを買ってきたって感じですね、社長に。そうでしょ。はい、ちょっと何これ。いや、ちょっと、いや、ちょっと、みどりちゃんと、ちょっと。開けてみる。はい。何これ、何じゃ、なんか、笑っとるもん、なんか。いや、なんか、結構、1時間ぐらい、免疫うろうろして、決めたんですよ。あ、全然、はい、あの、まあ、大丈夫です。なんで、なんで、何？いや、普通に、その、なんだろう、なんか。絶対おかしい。違う、いや、そういう、なんだろう、その、企画とかじゃなくて、まあ、うん、遅めのバレンタインっていうか、ちょっと、あ、マジで？まあ、いつもありがとうございますっていうので、うん、はい。グローバルスタイル結構古いでしょ。はい。お、いいじゃん。はい。ちょっとハリーポッターみたいじゃないの。ハリーポッター学生っぽくない？大丈夫？まあ、でも、フレッシュに見えるじゃないですか。本当に、はい。嘘でしょ？いや、本当です、本当です。いや、笑っちゃう。いや、ちょっと、うん、いや、そうですよね、みどりちゃんとちょっと選んで2人で、あんでみどりが入ってます。あ、そうですね。もうこっち来いよ。あ、お前も選んだ。あ、そう、お前がどっちがじゃん。え、お金ですか。とりあえず私のカードで。マジで。あ、先輩の2人なんです。本当に。そうですね、そうそうそう。もうなんか昼から来たの。はい。嘘、本当に。あ、本当です。じゃあ何これ、ちょっとかっけ。嘘、本当に。どうですかね、このデザインっていうか。ネクタイしてみるわ。はい。で、俺、うん、これ好きだよ。なんで、なんかちょっと学生臭くねえか。あ、ちょっと若者すぎんかなと思って。あ、そうですかね。まあ、服とは一緒に似合いそうだよな。これ、これにしよう。これ、返しで。どういうことですか。俺が返し。いけてますね。そんなに別に変じゃねえか。はい。結構良くないですか。うん、なんか大学生みたいになっちゃうかなと思ったけど。案外でもいい感じじゃないですか。色も落ち着いてるんで。本当にちょいカメラわざと回してよ、はい、逆に。わざと恥ずかしいわ。な、わざ。何これお前ら、なんかおかしいだろ、なんか。回しと実は回ってました。どういうこと、何これ、どういうこと、あんだけ喜ぶかみたいな。そうですね。え、どう嬉しい。いや、感情どうかわからないのか、なんかよくわからない感じで流れてきたもん。嬉しいよ、めちゃくちゃ。え、あの、どうですかね、そのネクタイの、なんだろう、その、なんか社長がどんなぐらいの、うん、なんか、なんだろう、どんな価格帯のネクタイしてるんかとか、よくわかんなくて、うん、なんか、いや、まあ、プレゼントなんで、ちょっと、あ、そんながっつり言うのは、確かに、やらしいですけど、なんだろう、社長がね、いつもどれくらいのネクタイされてるんですか。あんまりないんだわ。あ、持ってないんですか。うん、あ、で、俺よくわからんので、ああいうルイ・ヴィトンとかのやつ買って、はい、だけど、本当こういうやつ欲しいな、普段つけれるやつ。あ、そういうことですね。そうそう、ないじゃん。はい。はい。で、なんか挨拶とかそういう時に買ったみたいな。ああ。もういいんちゃう。どう、
どうですかそのネクタイの何だろう質っていうか。めっちゃ笑ってるのなんで笑ってんの。すいません。やば。いや似合ってます。あ？とっても。とってもじゃないってな。なんだろうそのしなんかどんな。なんだろう。どういうこと。社長が一番。あ、なんか本当は高級なやつなんだけど違うか。あ、なんかマジで言ってるけどか。それドッキリか。質感とか俺がチェックするみたいな。本当は100均でしたみたいな。そういうことね。いや違います。そうじゃないってよ。いや絶対するもんだ。そうじゃないですよ。笑ってるやん。もうバレバレだって。ドッキリ失敗じゃない。あ、そういうドッキリか。あ、でこれあ高級とか買ってきたふう手を起こして、な100均なんだ。すべて正しいです。おかしいもんだってなんか導いてくるもんだよねじゃあさ。いやちょっと俺ちょっと正直言っていい。はい。なんか要は、まあ、これはメーカー知ってんのグローバルさん。俺すぐ作ったことあるの。出した時に正直言うけどちょっと残念な気持ちがある。いやそんなわからないよ。俺そんな本当に全然そういうのわからんけど。結構こういうところとかなんかめっちゃ雑いやん。ちゃんと見てますね。やっぱり。いや本当にガラガラちょっとダサくない。はい、正直あの学生感出していこうって言って学生感出てるけど、はい、ちょっとでも喜ばなかったよな社長は、まあ、分かってても喜んでくれたいやそうだよ喜び方が微妙だったでしょ、はい、なんかカメラ回ったらもっとカメラ回ったらもっと喜んでだけどいやだけどなんでこれ普通に袋入っとったじゃんで本当本当買ってきたのまあありますねそう本物マジではい絶対違う。これくれんの？あ、違うと？いやいや、社長にあげよう。それはお父さんですよ。いやいやいや。それはお父さん。何これ？どう？何？本当に何か匂いの？ちょっと取ってきますね。ガチで。本当に。ガチで取ってきます。完全に。こちらの音符が通りですね。学生っぽいっていう。な、やっぱ。てかもう。なんか バチバチにそのまま何読まれたことで、うん、びっくりやねんけど。あれだね。社長もちゃんとあの見る目があったってことだね、うん、やんな、うん、で、うちらの考えてることも全て思ってほしいっていうやばいな、これ喜んでくれるかなめっちゃ不安になってきてんけどこれ本当でしょあ、全然違うね本物ですえ、でもやっぱ本当に違うでも触った時思わないでペラペラで100均あ全然違うわはいもうちょっと本当に本当にプレゼント？いや。マジで？経費です。経費？あ、嘘でしょ。もらったよりプレゼントでしょ。あ、まあその気持ちもあります。会社から。限り目なのかな本当に。あ、でも選んできました。気持ち結構高いでしょ。あ、でも結構まあ多分。あ、まあ相場が分かんないですけど、うん、ネクタイの。うん。どうした？な何千ぐらい？8000円はいプレゼントじゃないえプレゼントか会社からいや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 ややばいちょっと嘘本当にえどうですかちょっとねマジ愛情は入ってますよ愛情だよ、お前何喜んでないガチ安田君5億なんだ、4社とか言ったもんな、お前何どういうことでもかっこいいな、選んでくれたらかっこいいですかえどうですかみどりちゃんがこれ良くないって言ったんですよ、うん、いいよ、本当にこれはおしゃれだな巻き方がちょっとあんまり巻かんもんさ巻いてあげましょうかおやってよ、それ嬉しいなおとろか嫌ですできる私負けないです本当に負けないですちょっと難しいけどでもいいんちゃういいですかねこれもガチでしょこれはガチです、うん、あこれはおしゃれないやないんだよ本当にね一生懸命買えんよねこういうのって自分でああどういいですねやっぱりでもなんかシャツじゃないからちょっと、うん、そ想像がつきにくいですけどどういうドッキリなんでしょう。ドッキリ内容がよくわかる。二重ドッキリってことか。まあそんな。そうですね。あとは検証もあります。この100均のを上げたら、その
プレゼントだからっていうので、まあ、喜んでくれるんか、うん、もうすぐに喜んでくれるか、いや、俺はあんまり言ってるか分からないけど、はい、こうやって触ったら全然ちゃう、そうそう、うん、私も俺買った時に思いました、なんかシワシワだし、うん、厚みとか全然違う、そうだよね、これもしっかりしなくてデザインもおしゃれだし、なんか変な糸ピヨンって出てたんですよ、これしかもなんか変な糸がなんかこれ100均、本当の100均、あっかちのダイソーですこういうところとかなんかピヨンって糸が嘘これなんか丁寧ですよね、ああ本当はね、焼き人も、ね、はい、なんか若すぎるかなとか、これは大きさすぎるかなとか、なんか、ああそうだね、はい、これ絶妙ないいバランスだよね、そうですね、なんかうん難しかったですね、店員さんとかにもなんか聞いたり、これどこのグローバルサイトユニモールと大名古屋ビルディングです、あ本当に、はい、入ってました、はい、スーツもありましたね、オーダースーツっぽい、あ、地下にもあるんですか、うん、まあ、すぐに分かっちゃったってことですよね、うん、ちゃんと見る目が、分かったなりにはなんかちゃんとプレゼントやからって喜んでくれましたね、まあ、はい、ちょっと学生っぽいな、で口に出して言っちゃったけどね、学生っぽいね、そうです、全然まあでも、確かに全然違うから、まあ、うん、そうですよね、なんか嬉しいよね、ありがとうございます、とても喜んでも嬉しいです、喜んでもらえたっていうことで、はい、まあ、まあ、100均のはもう丸分かりなんでもう使えないですね、プレゼントなんかには絶対、ちゃんと見る目があったってことですね、そうですね、ちゃんと一応ちゃんと見る目があったってことですね、はい、一応経営者、まあそうですね、まあ喜んでくれたんでもうよしということですね、そうですね、はい、ドッキリはもう完全もう私たちのことも完全読まれましたびっくりするぐらい完全読まれていわゆるおかしいこれ、でもカメラ回しないほんとかあると思うけど、まあ、ちょっとびっくりするぐらい完全読まれたんで、もう社長ダンスはもうちょっとまだまだ修行が、そうだね、修行がいりますね、マジで、ね、チャンネル登録とあといいね、お願いします、それグッドボタン嬉しいんで本当に、また見てねー。